ラジオネーム松田さんからいただきました。あ、早かった、ありがとう松田さん、ありがとう。あ、そうです、あの人が松田さんです。かなちゃんごきげんよう、ごきげんよう。イベントのチケットが手に入ったので久しぶりにメールします。公開録音に参加するのは2009年の横浜国立大学以来です。あ、やったねー、横浜国立大学で。イベントの後は池袋で開催された小鳩のお渡し会にも参加し、かなちゃん尽くしの一日でした。その時はまだ放送50回でしたね。そっか、2009年といえば文学少女のドラマ CD が出たり、アイドルマスターに参加したり、舞台天使は瞳を閉じてに出演されたりと。いいね、なんかあのずっと応援してくれてる感じが伝わってきます、ありがとう。活躍の場がどんどん広がってファンの人たちも増えていく感じでしたが、まさか日本武道館でライブをするまでになるとは正直想像もつきませんでしたね。改めて放送200回おめでとうございます。本当だよね、まさかね、ね、花沢かなろうって言ってたやつがさ日本武道館で、うん、嬉しいわ。ちなみに武道館に来てくれた人とかいる？あ、おお、おお、いい出席率だね。ありがとう。本当だね、感慨深いね。なんか、仙台でさ、公録もちょびっとやったんだけれど、こんなにがっつりじゃなかったんで、うん、なんか久々でいいっすね。ていうか、そっか、若いよね。え？10代の人。うわお、マジかー、10代かー、嬉しいね。20代の人、ウェーイウェイウェイ、一緒一緒。30代、ウェーイ、ありがとう、ありがとう。じゃあ40代、ウェーイウェイウェイすいません、40代にウェイウェイ言って申し訳ないです。いやー、いや、嬉しいね。幅広い。ということで。ん？あ、50代も聞く？あ、じゃあ、それ以上の人たちいる？あら。そっか。40代までだ。うん。まあ、だからといって、なんていうこともないんだけどね。うん。幅広いに越したことはない。いや、いいですね。ということで。